若狭三方縄文博物館鳥浜貝塚の復元建穴式住居鳥浜貝塚前の三方向。水陸の接する、この地に幼少としての集落が営まれた。鳥浜貝塚は、福井県三方上中郡若狭町に所在する、縄文時代早々期から前期にかけての集落遺跡。保存良好な木製遺物当選376点が国の重要文化財に指定されている。 若狭町の若狭三方縄文博物館に遺物が展示されている。鳥浜海図解析は若狭湾国定公園の三方五湖の中の三方湖の南東の方向で町内をほぼ南北に流れる蓮川とその支流高瀬川の合流地点一帯に広がっている。その規模は東西約100メートル、南北約60メートルの半月上と想定されている。当時は 死山丘陵が西方から東方へ、岬のように伸びていて、三方湖はその丘陵の先端付近まで湾入していた。その丘陵南側斜面で三県分の縦穴住居跡が検出され、集落があったことがわかる。その湖畔に鳥浜人が居住していた。今の若狭地方の拠点的集落であったのではないかと考えられている。貝塚は 地下3メートルから7メートルの深いところに残っている。当時のゴミ捨て場は湖中であったが、現在までに約3メートルの土が堆積している。陶器されたものは、貝殻、動物骨、木や種子、葉、土器、石器、骨格器、木製品、漆製品、繊維製品など多彩である。この他、好みの貯蔵穴なども検出されている。 放射性炭素年代測定法によると、地下7メートルで今から約1万2000年前、約6メートルで、約8000年前、約3メートル下で、約5500年前であり、村は縄文時代前期の6000年から5500年前が最盛期であったことが分かった。第一次調査は1962年に立教大学、同志社大学の共同調査で始められ、 1975年には、長谷川拡幅、護岸工事に伴い県教育委員会の緊急調査が始まり、1980年から1985年まで連続調査があり、10時にわたる調査が実施された。第3次調査までは地下約3メートルの深さまで掘り進んだ。第4次調査から地下鉄工事のように鋼哀家を用いた。 1975年から考古学と主に自然科学分野の学際的研究が行われた。1980年から1985年までの連続調査では縄文人の制御を復元してみようという統一テーマが設定された。鳥浜海塚出土のクソ石、福井県立若狭歴史民族資料館所蔵。新潟県立歴史博物館の展示。遺跡は、 海抜0メートルマイナス4.0メートルにある、低室地帯海塚で赤漆塗りの櫛をはじめとする、漆製品、石符の柄、シャモジ、スコップ上木製品、編み物、縄などの有機物異物や氷炭売り、朝ごぼう等の植物遺体、丸木船、クソ石など、通常は腐食して残りにくい貴重な遺物が、 水漬けの状態で良好に保存されていたため、縄文のタイムカプセルと呼ばれることがある。また、網漁に用いられる縄文創造機の妥結石水が出土しており、2002年時点で国内最古の石水の出土事例とされている。何度かの発掘で約5500年前の異物層が約60センチメートルの厚さで検出され、その中には、どんぐりくるみなど、喧下の種子層、 魚骨や、鱗などの魚骨層、炭水産の貝殻の海層が確認された。これらの堆積状況から、秋に採取した森の食べ物を秋から冬にかけて食べ、春には、味方湖で魚や貝を取っていたことが分かった。また、土壌の水泉選別を行った結果、夏は、若山に回遊するマグロカツオブリサワラなどの海水魚を取って食べていたことがわかり、 季節に応じた食生活の様相が明らかとなった。鳥浜遺跡から1981年7月と1982年に丸木船が1隻ずつ出土した。前者は縄文時代前期のもので、当時この木の丸木船としては日本最古であったので、第1号、丸木船と名付けられた。保存状態は良好であるが先端部分が失われている。 船尾は友綱を巻きつけたものか、浅いくぼみが残っていて、長期間使用されたことが伺える。船体は、直径1メートルを超える、次の大木を竹を縦に2つに割る要領で作ったと想像でき、内と外を削り、火に焦がしたりして作っている。船底は平たい。長さ6.08メートル。 最大幅 63cm、厚み3.5から 4cm、内側の深さ26から 30cm。後者は縄文時代後期のモノ船底のみが残っていた。現在の長さ 3.4m、最大幅 48cm、厚みは 4cm で、内側には肋骨のように船を補強するためのものか、または漕ぐ時に足をかけるものかは不明だが、 突型の掘り出しがあった。材は第1号と同じく杉で作られており、第2号、丸木船と名付けられた。杉材で作られている丸木船は、縄文時代では非常に珍しく、東日本で見つかっている船は、稲ヶ谷、ムクノキ、栗、カラなどで作られていた。丸木船は、鳥浜の人の活躍の範囲を広げたことであろうし、食料を獲得に果たした効果も大きかったと、 推定される。魚老関係では、他に、鈴木真鯛黒鯛サメフグイルカシャチクジラの骨なども出土しており、淡水魚、海水魚、貝類、喧花野菜など多様な食料利用が明らかとなった。一石北部の新山丘陵の南斜面部から、縦穴住居跡3件分が1984年に検出された。住居跡は1号から3号と名付けられた。 1>, 1号住居跡は、平面の一辺が2.8メートルほどの隅が丸い、四角であり、2号住居跡は、平面の長径3.2メートル、短径2.4メートルの楕円形である。3号住居跡は痕跡である。1、2号ともに、床面のほぼ中央に、いろりが掘られていて、壁柱穴作りである。これら3件とも、縄文時代前期のものである。 1984年に出土した木片を2011年に東北大学が調査したところ、およそ12,600年前の漆の枝であることが分かった。漆は奈良時代以前に大陸から持ち込まれたとこれまで考えられていたが、さらにかなり遡った縄文時代初期の可能性もあるが、日本国内にもともと自生していた可能性も考えられる。ありがとうございます。